こんにちは。うわ、すごい光ってる。こんにちは。ごめんなさい。シロタンさん、こんにちは。おはようございます。うわ。普通になった。こんにちは。こんにちは。今日は12時半から1時までやります。今起きたわけではない。ナーミンの T シャツです。ナーミンの T シャツめっちゃ好きなんですよ。ナーミンの生誕祭の T シャツがもう好きすぎて、もういつも着てる。乾いたらすぐ着ちゃう。そう。眠そう？嘘。こんにちは。この時間にやるのは初めてです。なんかね、でも夏休みって言っても平日だから来れない方も多いかもしれない。お昼ご飯食べました。あ、じゃあお昼じゃなくて今日の、あ、待って、ペン忘れた。ホワイトボードのペン、ホワイトボードのペンを忘れたので問題です。今日の朝ごはんは何だったでしょうか。朝ごはん、シロタンさんありがとうございます。言葉で答えます。目玉焼き、違います。ステーキ、やば、違います。フレンチトースト、惜しい。なんでしょう。うどんじゃないです。朝からすき焼き、大丈夫、スタミナ満点。ピザトースト、ラーメン、あ、まだ出てないぞ。あ、まあでも、うん、当たんない気がする。ドーナツ食べたい、食べたいよ。ひそいち、正解は、ヒントはパンです。パンです、パン類です。目玉焼きかメルボ、クロワッサン。あー、違います。正解は食パンでした。意外に出ないという、そう、食パン、なんか食パンを焼いてオリーブオイルをかけて生ハムを乗せたやつです。嘘、トーストってあった？そう、生ハムパンですね。美味しいよ。初見ありがとうございます。めっちゃ美味しかった。よいしょ、まつげを上げてみた。オリーブオイルは体にいいらしい。そうなんだ。オリーブオイル大好き。サラダにもかけるし、
そうなんです。昨日くるるんと劇場公演終わりにクレープ食べに行ったんです。美味しかった。なんかクレープって言っても私生クリームが食べれなくて、だからあのクレープの生地にチョコレートソースのみっていうやつが好きで、そう、アルパカちゃん、そうだ今日出してないアルパカちゃんです。豆腐クマは開いた。てってれアルパカさんと豆腐クマくんです。クレープの生地美味しいよね。ね、めっちゃそう、それくるると話してた。チョコ生クリーム、チョコ生クリームも食べれない。クリームがちょっとね、カスタードクリームなら食べれます。ティフ、くるみちゃん食べるの早そう。あでもくるるんの方が早かったかも。なんかお腹空いてたみたいで、そうなんか2個食べようかなとか言うんだけど、そうなんかそうやっぱり公演終わりはお腹空くので、そうでも結局1個ずつで美味しかった。そう、ナーミンのだよ。ナーミンのいつも着てます。あと16期に人気な T シャツはユイリーさんの、ここに You are not alone って書いてある T シャツと、あと誰のが人気かな。あ、オリンの着てる人結構多いかも。オリンのセーターの T シャツ。うん。新潟の出張公演もしよう。イエーイ。そう、新潟と SK さんの出張公演に16期が行きまーす。イエーイ。こんにちは。鮮やかな愛しさは賢せ、何も見て見ぶりすれ。あ、こじ祭りの、確かにこじ祭りの T シャツも人気ですね。この間そう、なんか公演終わりに自主練に行ったんですけど、ずんちゃんとナーミンと私が行ったんですけど、なんか3人ともこじ祭りのT シャツ着てて面白かった。未来はいつも思ったよりも眩しくて、風景が不意に滲んでくる。して瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。あ、え、たやちゃんいる。11位だよ、面白。たやちゃん面白い。たやちゃんいる。たやちゃん寝てる。ダンさんありがとうございます。のぶりさんありがとうございます。たっちゃん11位やば本物でしょ。面白いアバターだね。アフロ。休憩は、あ、そう、なんかお昼休みの時間かなと思って、この時間って、だからこの時間にしました。私のアバターはなんだろうね、
なんか多分オレンジの洋服着てるんですよね。ペイさんありがとうございます。ラジオ体操行ってないです。宿題終わってないよ。宿題終わってない。昨日クルルンとその話をしてた。そう、クルルンはなんかすごい眠いんだって。家帰ったら眠くて、でなんかさ、こうあーもう眠いみたいな状態で勉強やっても意味ないって思うから、先にちょっと寝て勉強しようって思って寝ようとすると、お母さんに勉強しなさいって言われるから、もうどうしようみたいなことを言ってた。そう、遠征？出張公演ってことかな。それまでに終わらせるの、すごっ。じゃあ私も頑張ろう。なんか今年の宿題すごい読むものが多くて、読書が多いんですよ。3冊ぐらい読まなきゃいけなくて、でその中の1冊が800ページぐらいあって、もう読み切れないよと思って。そうなの。そう、ヨアナフリスルメ、でも読書は好きなんですよ。そう、読書は好きなんですけど、3冊もあるとちょっとどれから読んでいいかわかんない。うん、なんか一つその800ページあるのが夏目漱石の本で、電子辞書で読めるんですよ。そう、夏目漱石さんの本です。そうなの。でも面白いです。初めて、なんだろう、そういう現代のじゃない小説を読んでるので、そう、心です。うわーすごい。ワンサさん、でもせっかく夏休みだからさ、ショールームも やりたいじゃん。そう、だからできるだけ毎日やりたいんですけど、夏休み中は。そうなんですよ。ハートありがとうございます。我が輩は猫である。クマです。愛せん愛してゆうせん愛してる愛せんもともと。ショールーム忙しすぎて嫌だ。どういうことや。名前、豆腐クマです。名前はまだありました。名前あったよ。ハイスクールデイズカレー。あ、なんかあの、そう、ハイスクールデイズカレンダーをめぐれば近づく季節はいつも早足で、ハイスクールデイズ、君にどんな言葉で伝えればいい、僕の微笑み、ハイスクールデイズ、もう一度だけ小さな出来事にときめきたいよ、ハイスクールデイズ、今は冷たい水に飛び込むように二人で未来へ泳ぎ出そう。ハイスクールデイズの歌詞、男子校出身なんか共感できる。面白いね。カウントって何、タヤちゃんがカウントしてるって。何、カウントってなんか無料でできるんですか。私はよく分かっていないんですが、カウントすると何が起こるの。 1,2,3 プールの底を掃除して、夏を待ちながら
今年こそは思い出を一つ作ろうと思う。ハイスクールですか。トマト好きなの？でそう、ハイスクールデイズの2番の時に私、ナギュとカオリンと私3人で花道にいるんですけど、なんか最初があのフリーっていうか、なんか遊ぶっていうフリーなんですね。そう、遊ぶって書いてあって、ここで遊ぶって書いてあったんですよ。トマト嫌いなんそうで、なんかいつも上手の方の、私たちは下手なんですけど、上手の方はなんかすごい面白いみたいな話題になってるんですけど、私たちちょっとあんまり話題にならなくて、そうだから何したらいいかなと思って、なんかありますか、高校っぽいことおすすめのちょっと寸劇みたいなやつなんですけど、今までやったのはなんだっけ、プールの底掃除たん、はーい、トマト投げするスペインのお祭りみたいな、なんだっけ、変顔、変顔さっきもいないからな、そうなんだっけ、なんだっけなんだっけ、あそう、今までやったのはなんか屋上っていう設定でこうやって望遠鏡でなんか見たりとか、あとカオリンと2人の時があったんです。その時は私が先生でカオリンが生徒でこう授業をしたりとかしたんですけど、なんかあるかな。でなんかね、あっちのね上手のグループはね恋愛系をやってるんですね。なんか告白するみたいな壁ドンとかそうやってた。だるまさんが転んだ、あー面白いかもそうそう、やっぱそういうキュンキュンの方がいいの。逆立ちやばくない、掃除、あー確かに、あ、書くあれがない、ペンがない。ずんちゃんが遅い。仕事行ってきまーす。いってらっしゃー。掃除いいね、掃除。なんかあと水の掛け合いみたいなとかやったりしたんですけど、思い出を一つ作ろうと思う、クロスこの胸の愛の十字架は俺とお前の誓いの印だよ、クロス運命に二人揺れながら、永遠の絆は切れることない。タイヤどこ行った、あ、タイヤいた、タイヤカウントしてるタイヤやばい、面白い。裸足になる、あープールの底掃除するか、ちょっとねいろいろ考えよう。腹筋、あ、でもチーム坂のあのエンジンの前時になんかそれぞれテーマを決めて筋トレみたいなやってます。そう、あとハイスクールデイズの一番最初は私とズッキーとカナブンとナギュで吹奏楽部でナギュが指揮者やってて、そうやってるんです。あの日の光こそ青春そのものだ。あんなにペンね持ってくるの忘れちゃった。そう、快速は止まらない、通過するかと思い、電車の窓のほらほら一瞬だけどホームの上君の姿。でで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 、あ、サッカーいいね、部活系いいかも。うん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 。
おし、やばいぞ。意外と時間がないことに気づいた今日この頃本当は授業に遅れてもいいから、各駅電車に乗りたいんだ。名古屋までドリブル、あと7分。じゃあ今日の歌を歌いたいと思います。イエーイ、ふう、はい、ということで歌、こんにちは。毎配信ごとに1曲フルで歌ってるので歌うんですけど、今日の曲はルル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 ル、オカピさんハートありがとうございます。でん、完璧グーの音です。はい、じゃあ歌いたいと思います。快速と動体視力どう略したらいい、快速じゃない、快速、うん、抱きつこうか、歌いたいよもう。はい、いきます。グーのね、どこかへ連れてって、ブリキの馬に乗って、てててて、二人でゴーゴーレッツゴーロマンス、片思いのドールは言葉にできないから、おね、切ないゴーゴーレッツゴーロマンス、涙が出ちゃう弱虫だね、あなたのこと思うたびに、月の月の夜は夜はいつもいつもうさぎを探してる、ぐの音出ないくらいに、ヘイヘイヘイ、魔法かけられたみたい、ずっと夢から覚めないの、恋は独り言、ぐの音出ないくらいに、ヘイヘイヘイ、コテンパンに好きなんです、どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう、完璧チャチャックのね、ててててててて、いきなり抱きしめて格の王子様、お願いゴーゴーレッツゴーラブラブ、おもちゃのダイヤモンドキラキラ輝くまで、見つめてゴーゴーレッツゴーラブラブ、遠くにいても待ち続ける、あなたのキス届く日まで、星の光照らすハートのラビリンス、グーのね、あのね、それでね、ヘイヘイヘイ、胸が締め付けられても、なぜかとても幸せなの、恋はファンタジー、グーのね、あのね、それでね、ヘイヘイヘイ、魔女に薬飲まされて帰る矢蓋になったって、あなた諦めない、素敵なチャチャグーのね、集合、一軍のね、二軍のね、三軍のね、四軍のね、完璧グーのね、ててててててて、ヘイヘイヘイ、ててててて、グーグーグー、ててててヘイヘイヘイ、ててててててて、グーのね出ないくらいに魔法かけられたみたい、ずっと夢から覚めないの、恋は独り言、ぐーの音出ないくらいに、ヘイヘイ、コテンパンに好きなんです、どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう、ぐーの音あれやこれやで、ヘイヘイ、熱くなっているみたい、あなた以外は見えないの、恋はブラインド、ぐーの音あれやこれやで、めちゃくちゃに好きなんです、いつかあなたに言わせたい、参りましたなんてお返し
チャチャックのね。でで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 、グーの音もでねーぜ。はい、ありがとうございます。これは今来てくれてるたやちゃんもが公演曲でやってる曲です。ホカピーさん、山ちゃんさん、ありがとうございます。パチパチありがとうございます。I wanna do, I wanna do, I wanna kiss, I wanna kiss。 君って最高かよ、恋って最高かよ。はい、そう、グーのね、今度あれ歌うかな。わがままな流れ星、もうだいぶってる間に。たやちゃんね、2列目にいますね。そう、じゃあ今は何分でしょうか。恋をするとすぐにわかる、いつも馬のそばで。恋をすると携帯ばかりずっと見ているからね。たやちゃんいない？嘘。59分ありがとうございます。はい、ということで、キャッチフレーズをやって終わりにしたいと思います。私がマイクを向けたらクロスって言ってくれたら、あ、違う、ランキングを読みます。先にヤンキングバイバイしてた。まだいるのにここに。これはなんだ。まあいいや。13位マックス H おりんごさん、ありがとうございます。いる。12位 UG さん、ありがとうございます。第11位しろたんさん、ありがとうございます。第10位レイさん、ありがとうございます。たやちゃんいた。第9位やったすんばやすさん、ありがとうございます。第8位オカピーさん、ありがとうございます。第7位たかっしーさん、ありがとうございます。第6位たれぞうさん、ありがとうございます。第5位ごなちゃん推しさん、ありがとうございます。第4位ひよこさん、ありがとうございます。第3位のぶりんさん、ありがとうございます。第2位はしんくんさん、ありがとうございます。第1位はダンさん、ありがとうございます。クロース、公演頑張ってありがとうございます。はい、じゃあキャッチフレーズをやって終わりにしたいと思います。私がマイクを向けたらクロスって言ってくれたら嬉しいです。お願いします。いきます。あなたの視線と私の視線をクロス。第15位たやちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。埼玉県出身、高校2年生16歳のはーちゃんことクロスはるかでした。お、たやちゃんもありがとうございました。真昼間からありがとうございました。今日は公演です。頑張るぞ。バイバーイ、ありがとうございました。たやちゃん後でね。バイバーイ。